どうもはい、よどうも、いつもご視聴ありがとうございました。カラボテです。いやー、今日は11月の4日です。こんだけ明るくなっ、あこんだけ暖かなっとったら、まあコンクリの上には出てくるでしょう。もうペコペコや、もう卵産んだんでしょうね、これ。ということで今日も昆虫採集やっていきます。よろしくお願いいたします。昆虫採集っていうか、もうカマキリ採集なんですけどね。よし、道に引かれるぞ。道に引かれるじゃない、道出てきたら引かれるぞやな。カマキリつけて歩いとっかな。おい、ちょっと待って、取れへん、映っとるかな、どこ行った。あっよいしょ。昼間でもこんなにコオロギとか、なんか夜鳴いてそうな虫鳴いてるんですね。これ完全にカマキリ引かれたカマキリやよな。じゃあバッタか、足がバッタやな。でなんかキリギリスおった。あ、キリギリスっていうか なんか知らんけど。おお、もののけ姫、皆さん見られたことあると思うんですけど、獅子神様がデータラボッチになるなって、あのデータラボッチが太陽の光を浴びて倒れる瞬間の顔ってどんなんかわかります？なんかちょっと似てないですか、これ。太陽の方向を見て、こう見て、こうふわーんって倒れていく時のこの顔。すいませんでした、ありがとう。ムカデが干からびてます。え、くっさ、なにこれ。ちょっと待って、このムカデが、あ、生きとる。踏まれたんやな、これ。確実に踏まれたな。ちょっと待って、なんでこんな臭いの、ここ。ちょっと土のとこ置いとこ。踏まれたんやな。とか、めっちゃ臭いわ。なんや。これや。風に乗って。うわ。片付けてけよな。あかんじょ。普段見つけれない昆虫を見つけられるっていうね。ちょっと服装間違えました。あの、クソ暑い。めちゃめちゃ暑いんですけど、うわ、これ、がっつりやな。画面真ん中ぐらいに注目しててください。さーてと、気づきましたでしょうか。もう一度行きます。画面の真ん中ぐらい注目しててください。さあ、気づきましたか？ほら、天才やな、カマキリは。擬態のこういうの見つけた瞬間の喜びがもう半端ない。あ、もう一匹おった。これな、な、あれ何、あれ何や。ちょっと待ってよ、あれ珍しいぞ絶対に。ちょっとガー系になってる、ガー系に。あれ何、コカマキリじゃないけど朝鮮の黒穂っぽいな。あれちょっとだけ珍しいな。めっちゃおるやん。これはちょっとだけさっきより大きめやな。ちょっとだけ大きめですね。というか、奥におるやつ、あいつちょっと気になりますね。コカマキリではないんですけどね、これおるやん、ここ。あ、朝鮮のちっちゃ、あぶ、朝鮮のちっちゃいやつやな。色がめっちゃ褐色っていうか、すげえわ。あぶねえ。あ、あぶねえ。あぶねえ。あぶねえ。ああ、もう、確実に運動神経は良くない方やから、ちょっと携帯こうやって置いておきます。さっきのカマキリどこ行ったんやろ。うわ、車来た。すいません。はい。どこへ。
佐渡ってどこやろ。これ池なんですよ。ここ左、これ右、こう行けるんですか。これね、はみたいになってる。あれね、これこのままずっと道行くじゃないですか。これをね、はいはいはい、ずっと道行って、はいはい、すぐね十字路になるんですよ、はいはい、でそれ左行くんですよ。左行けばあっち側の方ですね、はい、ほんならもう右側にあのハンマー出てくるんで、多分ねと走ったらもうすぐです。あ、そうです。もうこれ行けるんですね。そうなんですよ。これ行きます。はい、気をつけて。はいはい、よし。なんか虫取りしとるとな、おじさんに会う確率高いよな。なんか呼ぶんやろか、あの道聞かれたり、なんかいきなり喋りかけられたり。あ、カマキリおるわ。おるけど、あのおじさん分かったかな。ガチャガチャしすぎやな。ちょっと飛んどんねやけど、あざ笑うかのように。まあいっか。ちょっと暑すぎて汗かいてきた。こんだけ車通り多かったらそりゃ聞かれるよな、みんな。これ皆さん知ってます？これの名前知ってます？よーく誰もが使ってると思うんですけど、こういうやつ、こうやってなるやつ、すごい便利で、カマキリとかって特に1匹ずつ入れないとすぐ食べちゃうじゃないですか。なんで僕100均の虫かごに大量に入れてたと思うんですけど、あんなん荷物やばいんですよ。スーパーの袋に最初は重ねて入るんでいいんですけど、どん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 いっぱいになってきたらどん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 カマキリ取って膨れてきたら、スーパーの袋めちゃめちゃ膨れてくるんですよ。でこれって何なんやろってずっと前から思ってたんですよ、この筒。お、びっくりした。おー、びっくりした。あ、さっき道聞いてきたおじさん、また車で走っとったけど、え、見つからんなんかな。そんなことある？なんか花が綺麗な場所があるんですよなんかそこに行きたいみたい。知らんけど。はい、ありがとう、サンキュー。よし。で、こういう筒みたいなやつ、名前がわからんだらホームセンターでなんて言います？皆さんは、皆さんなら実験とかで使うようなプラスチックのありますっていうクソほど説明下手くそなんですけど、でいろいろ調べてこれの名前が分かったんですよ。ケンチン缶って言うんですよ、これ。ケンチン缶。今ケンチン缶って聞いてちょっと面白いって思った人います？みたいな。でケンチン缶って分かって、ホームセンターに電話して聞いたんですよ。すいません、ケンチン缶ってありますかって。ほんなら女の人が出て、ケンチン缶みたいな感じだったんですよ。普通にムカつくじゃないですか。もう完全にちょっとバカにしたんですよ、僕のこと。いや、やれ、あのケンチン缶って売ってますって言ったら、いや一体どのようなものでしょうかみたいな。むっちゃ腹立って。でしかもそれ、そこのホームセンターで売っとるって分かってて電話したんですよ。通販で見て、通販サイト限定かもしれないんですけど、で、聞いたら、ケンチン缶どのようなものでしょうかって言われて、小馬鹿にしとるわ、こいつ、と思って。で、いや、実験とかで使うような、プラスチックのキャップがついとって、何センチかメモリもついとってっていう、少々お待ちください。って言って保留になったんですよ。ほんで、ちょっとしてから、もしもし、担当に変わりましたって言って男の人出てきて、いや、だから、と思って、と思って、絶対向こうでは、ちょっとなんか、ケンチン缶とかわけわからんこと言ってる人、電話かかってきたんですけど、どうしたらいいですか？ええよな。腹立つわ。ほんで、内容聞いてないんさ。いや、さっき言って、今、在庫確認してもらってる途中で、もしもし、電話かかりましたって言われてもって、いう感じなんですけど、ったら、あ、すいません、もう一度お聞きさせていただいてよろしいでしょうかって言われて、あいつーと思って。で結局、すいません、ケンチン缶っていう実験とかで使うような、こういうあのプラスチックのキャップがついた筒、20センチもないぐらいのって言ったら、すいません、取り扱ってないですね、
あれ通販の方で売ってるって聞いたんですけど、つって、あの通販限定だと思います、はい、失礼します、のバカにしやがってっていう、けんちん缶でした。これアマゾンでけんちん缶で検索したらクソほど出てきて、クソ安かったです。さすがアマゾン。あんなに車通り多いのに、これこういう時にもけんちん缶があったらすごい便利なんですよ。歩いててね、見つけたらって。これ大きいな、このオオカマキリ。めっちゃ魚泳いでますね。カワムツっぽいちょっと大きめのアシタガグモ、あ、ジョロウグモか。これオスですね。これオス、ちっちゃいの。なんか知らんけど、あーあああ、なんやこの虫。え、わ、すごっ。よいしょ。わ、イトトンボや。いやいや、これはあんまりおらん、茶色いイトトンボ。なにこれ。だいぶといろいろ怪我しとんのかな、これ。食べられたんかな、カマキリ同士で喧嘩して。だってこんな風にならんもんな。明らかに削られとる感じすんねやけど。すごいな。さあ置いとこう。ありがとう。あんな道に出るより絶対こっちの方がええよ。あら、だいぶもう弱っちゃっとるけど。なあ、時期が時期やでな。暖かいって言っても11月やからな。ここなら大丈夫や。道に出る車は絶対通らんで、ほとんどここは。よし。太陽はあんまり当たってなかったけど、いましたね。おい。あ、お腹パンパンや。わあ、でもこれちっちゃいけどオオカマキリや。ちょっとまだ元気、これは。よいしょ。早い。もうちょっと容器おると思ったけど、全然いませんね。これあんまり向こうまで行くと、犬走ってくるんでな。怖いよ、もう。というか、皆さんは、観葉室って、クワガタ飼育されてる方で、作って、使われてる方見えます？パネルヒーターとか使って、温度調節してっていう。最近僕も、そのうち動画では上がると思うんですけど、作ってですね、今日は、ホームセンターにビニールシートだけ買いに行こうと思って、で、今カマキリ採集してるんですけど、ちょっと暑くないですか最近。夜は、寒いっていうか涼しいんで、なんせ暑くってヒーター今いらないっすよね絶対。簡易温室とか作ってる方は皆さんどうされてるんですか今。暑すぎて、パネルヒーターいらないし、しかも暑すぎて、カマキリもあんまりこれ光の、あったかいところに出てきてないんですよね。出てくる必要ないっすもんね。別におるところはあったかいんで、まあ明るいところに出てくるっていうのはあるかもしれませんけど、なんかでもずーっとこんな天気がいいな。めちゃくちゃ暑くないけど全然寒くなくって、もう本当にそういう天気がいいですね。もうこんだけ暑いと農作物とかもなんか大きくなりすぎるみたいですよ。寒くなるのが遅いもんですから育ちすぎるみたい。あったかすぎてカマキリ道路の上に来らへんわ。むしろ暑いわ。今ってパネルヒーターの温度とかどういう設定にしてるんですか。夜だけこう動かしてる感じですかね。昼間は太陽当たってなくっても結構、まあ地域によるかな。場所と温度もそうですよね。一日中陰なところは寒いですし、ひんやり。そっか、そっかって別に誰とも喋ってないけど、これさっき逃がしたやつだよな。めっちゃ見とるやん。そらせやよな、見るわな。ご視聴ありがとうございました。これヘビの抜け殻っちゃいます。あ、やっ、なんかおったん、こんな汚いところ。あ、カエルおるやん。マジでこんなん生きれんの。これなんかもう油ドロドロなんやけど。ここいつも来るたんびこうドロドロなんですけど、すごい。ちゃんと生き物が生息してます。
これ蛇の抜け殻っすよね。持ってこう。あ、めっちゃ綺麗にあるやん。うわ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 、長い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 。うわぁ、すごい。ほら、これ。シマエビか、お大小か。うん。ちょっとこれだけ取っとこうか。よっしゃ。こっちが頭ですね、多分ね。このぐしゃーってなっとる感じ。絶対せやわ。うわぁ。すごい鱗やな、これ。どうにか破れやんとハートを作りたい。鼻水出てきた。下向いとったらずっと。持って帰ろう。